ラウル・ミドンはアメリカ合衆国のミュージシャン、シンガー、ギタリスト。深みのあるソウルフルな歌声と圧倒的なギターテクニック、口でトランペットの音を表現するパフォーマンスが特徴。ニューメキシコ州でアルゼンチン人の父とアフリカ系アメリカ人の母の間に生まれる。未熟児で生まれ、保育器の中で適切な目の保護がなされなかったために全盲となる。 彼の双子の兄弟も全盲である。その後母が亡くなり、父に育てられる。5歳でパーカッションを始め、音楽に夢中になる。スティービー・ワンダーやジョニー・ミッチェル等に影響を受け、マイアミ大学でジャズコースを選択し、1990年に卒業後、音楽活動を開始。ラウル・ミドンは、シャキーラ、アレハンドロ・サンツ、フリオ・イグレシアスや、 ホセフェリシアーノラのラテン系歌手のセッションアーティストとして活動を始める。シャキーラのツアー帯同後、ラウルはソロ活動を始めるために2002年にニューヨークに拠点を移す。スパイクリー監督の映画セレブの種のサウンドトラック版に楽曲提供。また、ジェフ・ベックのライブの前座を務める。2005年に発売されたハービー・ハンコックのポシビリティーズに参加し、 スティービー・ワンダーのカバー、心の愛で、ボーカルとギターを担当。ワンダー本人もハーモニカで参加。2005年5月、アルバム、ステート・オブ・マインドでデビュー。スティービー・ワンダーやジェイソン・ムラーズがゲスト参加。2006年に、初日本公演を行う。2008年には、自宅兼スタジオを建設し、エンジニアを必要とせずに、自宅で、楽曲作成ができるようになった。 ラウルはシンセシスをグラミー賞受賞者のラリー・クラインと作成し、その際カリフォルニア州サンタモニカに引っ越した。このアルバムではビニー・カリュタ、ディーン・パークス、ジェイミー・マホーベラック、ラリー・ゴールディングス、パウリーニョ・ダーコスタやクラインとフィーチャリングした。2年後の2010年そのライブアルバムと DVD が販売された。2014年に発売されたドントヘジテートは ホームスタジオで録音され、リズ・ライト、ダイアン・リーブス、マーカス・ミラーや、リチャード・ボナラが加わった。2018年、バッド・アス・アンド・ブラインドが、第60回グラミー賞においてノミネートされ、2019年、イフ・ユー・リアリー・ウォントが、第61回グラミー賞において最優秀、ジャズ・ボーカル・アルバムを受賞した。ステート・オブ・マインドから、ステート・オブ・マインド、世界の中の世界から、 A ワールドウィズイン、A ワールド、シンセシスから、シンセシス、ドントヘジテートから、ドントヘジテート、バッドアスブラインドから、バッドアスブリントインビジブルチェーンズ、ライブフロム NYC。ありがとうございます。